トラップって仕掛けた側から見ると本当にハラハラするな。ケイチさんにもその醍醐味がわかるなら素質がありましたよ。お、サトコ、バレたみたいだぞ。失敗か？あの二人が入り口のトラップに気づくのは計算済みですわ。そして次にどういう行動に出るかももちろん計算済みですのよ。お、すげえ、サトコの読み通りだぞ。あ、かかった。いや、しかし、よくかかったよな。あんな器用なトラップ、富田くんが窓を登るとき、どこに手を置いて、どこに足を置くかとか、どこへ飛び降りるとか、そういうのを全部読まなくちゃ、絶対にかからないぞ。いいですこと、ケイチさん。トラップの第一歩は、相手の観察から始まりますのよ。相手の行動パターンを読み、相手ならこの時こう動くというのを綿密に読み切るんですの。そうすれば必要最低限の仕掛けで最大の効果が狙えるトラップが仕掛けられますのよ。トラップは読みが全てってわけか。じゃあつまり過去に俺が引っかかってきたトラップもみんな俺が読まれてるから引っかかってたってわけか。私なりにケイチさんの行動パターンを読み切っているからかかるんですわよ。だからケイチさんがある日突然いつもと違う癖やいつもと違うパターンになってしまったらかからなくなってしまうわけですわね。よし、じゃあさ、なんかゲームをやってみろ。サトコの読みが当たるかどうか試してみろよ。ですわよ。ケイチさんは特に読みやすいですから朝飯前でしてよ。この中の一枚を引いてごらんなさいませ。ハズレを引かなければケイチさんの勝ちですわ。よし、挑戦してやるぜ。部活で鍛え上げられた俺の感性で見事打ち破ってくれる。さあ、どれを取るか決まりまして。決めたぜ。それはな、これだ！え？うわ！何をするでございますの？
ういうわけだ。この3枚改めさせてもらうぜ。なんだこりゃ。外れ。つまりはそういうこと。1枚しか取らなかったなら外れにはならなかったということですわ。じゃあ俺が3枚まとめて引くのを読んでいたってのか。誰が罠を仕掛けたのかは問答無用ってところだな。失礼でございますわね。どこに証拠がございますの？それに罠なんて品のない言い方をやめてほしいですわね。より優雅にトラップと呼んでほしいですわ。